美しい映像への追求。新海誠の映画は哲学的な深みと精緻な映像美が融合することで見る者を独自の世界観へと誘います。彼の作品における自然やと地形感の繊細な描写はただの背景ではなく物語の内面性を映し出す鏡として機能します。映画秒速のセンチメートルでは移ろいゆく時間と距離の哲学を、君の名はでは運命と絆の不思議を、そして天気の子では若者の抱える希望と挑戦を重視したビジュアル表現が見られます。新海監督の映画は美しさに対する探求心と深い考察が結晶した作品群であり、それぞれが視覚芸術としての境地を開拓しています。2、感情的な物語の表現。新海誠の映画は感情的な物語の表現に優れています。彼は人間関係や恋愛を繊細に描き、観客に深い感情を呼び起こします。彼の作品は単なる視覚的な美しさだけでなく心に残る物語を提供することに注力しており、その影響は大きいです。彼の映画は